型コロナウイルスに感染したかどうかの PCR 検査の必要性を判断する相談センターへの相談の目安について、政府の専門家会議は、重症化しやすい人は風邪の症状が2日程度続いた場合としていた日数をなくし、すぐ相談しやすくなるよう目安を変更する方針を固めた。37から5度以上が4日以上としていた発熱の目安も削除することを検討している。画像。厚労省が示している緊急性の高い症状。専門家会議が2月17日にまとめた目安では、軽症者が医療機関に殺到して医療崩壊するのを防ぐといった狙いから、風邪の症状や37から5度以上の発熱が4日以上続いた場合に帰国者、接触者相談センターに相談することとされた。高齢者や基礎疾患がある人ら重症化しやすい人についても、2日程度続いた場合だった。しかし、軽症と判断されて自宅で待機していた感染者が亡くなったり、検査を受けられない人が相次いだりして厳しく批判されたことから、見直しを議論。厚生労働省が専門家の意見をまとめ、連休明けにも公表する方針を決めた。見直し案によると、重症化しやすい人や妊婦らは発熱があればすぐに相談していいほか、人によって平熱は異なると批判されていた発熱の目安、37から5度も削ることを検討している。また、息苦しさや強いだるさ、倦怠、感に加え、高熱が出た場合もすぐに相談できると明記する。厚労省によると、今の目安を決めた2月はインフルエンザの流行時期で、症状の区別がつきにくかったが、インフルの流行期を過ぎたこと、新型コロナウイルスは軽症と思われていても急に重症化するといった特性が分かってきたことなどから、見直すことにしたという。